インタビュー。皆さんこんにちは、キクタスディレクターの中江です。本日は月末ライブをお届けします。早川さん、真奈さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この月末ライブでは、インタビューへご連絡いただいた Q&A と、フリートークをお届けしています。ライブ配信なので質問などありましたらチャット欄に書いていただけると番組内でお答えいたします。本番組は配信後にアーカイブを YouTube と Podcast で配信していきます。あと皆様 YouTube のチャンネル登録と Podcast のフォローよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、今回2回目の月末ライブですが、そうですね、最初早川さんどうですか、ライブ配信やってみて。大丈夫ですか、中井さん。いつまでもフリートークがぎこちないですけど。ぎこちないですか。ちょっと。でもなぜかちょっと半笑いだったんですけど、なぜ半笑いだったんですか、中井さん。なんかあれですか。はい、ちょっと動揺しちゃってますけど、はい。助けてください。どうですかと言われてもあれなんですけど、まあ、ただね、一つ気になるのは、これ、ポッドキャストで聞いてる方は、できれば今回 YouTube 少しだけでも見ていただきたいんです。今日はですね、図らずも僕らバラバラのようでですね、ちゃんと、来月に向けたですね、準備をしているんですね。これ皆さん気づく方いますでしょうか。3秒で答えてください。3、2、1って誰に言ってるのかわかりませんが、僕らの服装を見てください。僕は雪の白。マナさんは、サンタクロースの赤ですかね。そして中江さんは、トナカイではなく、なんだこれ、モミの木の緑ですか。すいません。後付け的な感じだったんですけど、ね、ちょうどバランスがいい感じでしたけど、何の質問でしたっけ。すいません。もうインタビュアーじゃないんで全然人の話聞いてないんですけど、すいません。YouTube ライブこう2回目ですけど、いかがですか、はい、っていうちょっと。はい。というぐらいリラックスさせていただいてます。もう今は何なのか、はい、うまく持ってきましたが。よかった。で、マナさんはインタビューライブ、今回 YouTube ライブですけど、ライブ配信って普段されるんですか？時々昔は Facebook ライブとかやって私の近況紹介みたいなのを喋ってたりはしましたけど、なんかこうやって、一人語りみたいな。そうです、そうです。こうやって複数人でやることはないので、それはそれですごく新鮮なんですけど、なんか若い方だと Facebook ライブというよりなんかインスタライブのイメージがあるんですけど、どうなんですか。それか昔だったから Facebook なのかとか。そのインスタライブって私的に怖いんですよ。で、何が怖いかっていうと、なんか視聴者数とか出るわけですよね。だからこう自分が入って例えば1とか2とかだったりしたら、こうなんかこう気まずくなるというか、抜けるタイミングも、あ、それは視聴者として、視聴者としてもそうだし、すごい気遣いですね。そう、自分がやってたとしてもなんかこう抜けられないんじゃないかとか、知り合いも見るし、そうだからちょっとなんかね、気にしちゃう部分があるから、インスタより Facebook とかの方が、あと YouTube の方が気が楽だったりはしますね。それどういうことですか。その Facebook ライブ僕やったことも見たこともないんで分かんないですけど、 YouTube ライブも例えば今だったら見てる人の数とか分かるじゃないですか、インスタライブの場合はその参加、誰が見てるかまで全部分かっちゃうってことですか。あ、はい、誰々さんが入室しましたっていうの出るし。あ、そうなんだ。基本的にフォローしているのが友達だから逆に気まずいみたいな。そうか。で、退出したら退出したのも分かっちゃうんだ。そうそうそう。でも退出したは分かんないけど、なんとなく誰が退出したか分かるから。めんどくさいね。そういうことか。実際、こう、なんか Facebook といえばね、やっぱり若い人はもうあんまりやらないとか、僕もなんかアカウント削除してからこの間必要になってちょっと困ったんですけど、でもそんな一方でニュースも2人とも見てるかもしれないですけどね、こうメタバースというか メタ。メタバースに今後力入れて1兆ドルかな、今年だけで超力入れてますけど、 Facebook 自体はマナさん世代はやっぱり全然使わない。そのライブとしては使うかもしれないし、一応アカウントは持ってるのかもしれないけど、どうですか。そうですね、なんか印象的には Facebook はビジネスの色をすごい感じて。ああ、だよね。なんか友達同士でなんか近況報告をし合うというよりは、その経営者の人とこう今私どういう活動してますよっていうのを発信するのに使ったり、
メッセンジャーでコミュニケーション取るのも経営者の方だったりとか。うーん、そういう意味ではマナさんもそのなんか Facebook でちょっと自分のビジネス的なことを発信してたりは今もするんですか？しますします時々。あ、そうなんだ。そっかそっかそっか。中井さんどうですか？あ、そうですね、僕ちょうど今月初めてインスタライブをやってきて。え、でやってきてっていうか、やったの？やりました。あ、でも僕一人ではなくって、あのちょうど僕の仲間の子が今年からデザイナーとしてあの独立して、でその子の周りの人たちも、あれ独立したんだ、でも何やってるみたいな感じで、あのその人が今何をやってるかわからないっていうので、そのインスタのフォロワーさんとか、まあ、近い人に向けて僕があのインタビュアーになって、でその相手の方、今年その独立した方に、友達にあのインタビューするっていう、でインタビューすることで今そのデザイナーの方が、あ、こういった思いで独立したんだねとか、これからどういったことをやっていくんだねみたいな、それこそあの早川さんがよく言われている現在過去みたいな話をベースにあの話を聞いていくみたいな、そういうあのインスタライブ、なんかプロフィールインタビューみたいな感じでそれをちょうどやってきましたね。そうそうそう、でも面白かったですよ、多分それが、うん、でもその子の人望だと思うんですけど、あのトータル40人ぐらい1時間のライブで見られてて、すごいね、だからそう面白、なんかそういうなんかでもやっぱ一人二人だとやっぱりちょっとさっきのマナさんの話みたいに気使ったりとか緊張感あったりとかすると思うんですけど、でも結構ゲリラでやったのに40人ぐらい来られて、あ、すごいなと思って、もうちょっと面白さも、うん、感じました。これそういえばゲリラで思ったけど、これって今なんかツイッターとかで今やってますみたいに書いた方がいいんじゃない？ああ、出せますよね。っていうのをこの番組では言う方が面白いよね。これ、うん、今告知押せよみたいな。ちょっとしてみようよ。ちょっとそうですね。はい、中井さん、はい、誰かにトーク振りながら告知した方がいいんじゃないですか？私すごい大変ですね。はい、ちょっと今あの画面見ながら、ちょっと待ってくださいね。あ、やべ、テンパってきた。じゃあ僕が告知しますよ。僕が告知しますよ。じゃあ中井さん進めててください。ちょっと僕が告知するっていう。面白いじゃん。あ、お願いします。そうですね。なんかそう僕告知しながらあの答えられるかもやってみますんで、どんどん振ってください。僕がマナさん。早川さん、それこそなんか自分発信じゃなかったとしても、それこそ本当にビジネスとかプロの現場とかでインタビュアーとしてライブ配信とかされたことあると思うんですけど、うん、ええ、なんかそういう時ってなんか軒並みな質問ですけど、緊張とかしないんですか？あ、僕緊張しますよ。ただ緊張する意味合いがちょっと違うんですよね、うん、例えば石平さん、小説家の石平さんの、うん、番組、この間中井さんのご協力もあって久しぶりにリアル開催できましたけど、うん、あの最初僕は去年コロナ前まだ普通に収録できた時はですね、ライブ配信と一人で映像撮影、インタビュー、ディレクション、全体コントロールをしてたので、だからライブ配信って言ってもそのなんか生放送だから緊張するっていうのとはちょっと意味合いが違ってですね、その生放送がちゃんと配信されてるかっていう緊張、なんか分かります、だからそっちの緊張だから、これなんか生放送でなんかこれ言っちゃったらまずいとか、とにかくライブだからみたいな、そういうのは全くない。なんかその機材トラブルとかそういう、そう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 、まあそれもライブ配信の緊張なんだけど、ちょっとそれやっぱり制作者側の緊張というか、なんか出演者っていうより制作者側の緊張ですかね。なんかあれですね、こう始まるとその前にもうすでに12時より前に私たちは入って会話を進めてるわけじゃないですか。うんうんうん。ってなって、はい、ライブ始まりましたってなると、やっぱ空気感ちょっと変わりますよね。あ、そう。誰がこの3人の空気感変わったってこと？え、なんとなくなんかちょっとだけピリッと、緊張感ある、うん、あ、私が勝手に緊張してるだけかな。中井さんは？多分僕も緊張してますね。そしてね、僕も今緊張してるんですけど、僕実はさっきまで緊張してなかったんですけど、なぜ今緊張してるかというとですね、ツイッターの宣伝っていうか PR しようと思って、ツイッターの僕全然使わないで今アカウントをですね、エバーノートで探してるんですけど、なかなか見つからなくてちょっと緊張してます。それで今ちょっとそれを言いながらみんなの話聞きながらちょっと番組回さないとって緊張してますけど。マルチタスクですね。はい、全然できてないんですけど、はい。じゃあもうこれあれですか、もう早速早川さんに届いた質問をもう、あ、もう来てますか、はい、結構たくさん来ているのでちょっとお願いします。はい、わかりました。じゃあ中井さん、僕が答えてる間にツイッターの方で告知をお願いします、はい、ログインできないんだ、意外と告知に貪欲みたいな、全然 SNS 使わなくせにここだけ貪欲、ちょっとお願いします。はい、わかりました。じゃあ早速あの届いたご質問の方を読み上げていきます、はい
ますね。ペンネームカンドラの森の住人ゆりさんからのお便りです。はい、早川さんお久しぶりです人生を変える一冊の頃から聞かせていただいてます。あ、古いですね。ありがとうございます。お付き合いになりました。はい、もうマナさん生まれる前からですね。違うか。うん、それはないでしょう。それはないか。はい、はい、と一人で勝手に考えにふけております。早川さんの番組を聞くだけだった私もおかげさまで人生をアップデートして自分のポッドキャスト番組を始めるに至りました。お、素晴らしい。韓国ドラマのファンの皆さんからドラマに寄せられた感想などをご紹介する番組です。いいですね。リスナーさんのほとんどが40代以上の女性です。うん、普通の人間の私でもポッドキャストを配信できる世の中ですから今は本当にたくさんの番組が生まれてますよね。そのような中で早川さんが番組を作る上で大切にされていることは何ですか。たくさんの番組の中から選んでもらうためにはどんなことが必要なのか知りたいです。これからも早川さんの番組を楽しみにしておりますというお便りです。なるほど、結構深い質問ですね。そうですね、意外と頭真っ白にはならないけどスパッと答えられるようなことではないんですけど、僕がまずやっぱり考えるのはちょっと会う力とも重なっちゃうんですけど、やっぱりその常にね三方よしの番組になってるかっていうことは考えます。それが一番大切なんじゃないかなと思いますけど、それ具体的に言うと、そのね、YouTube とポッドキャストだったら、まあ、視聴者リスナーさんがいると思いますけど、まずその彼ら彼女たちが、それを聞いてみてすごく、まあ、何らかのね、それが直接人生にすぐ役立つことが分かんないですけど、まあ、良かったなと思ってもらえるものかどうかっていうこともそうですし、やはりこちらのね特にインタビューする立場からすると、インタビューさせてもらう相手で、このゆりさんの場合はそういうゲストがいるものか分かりませんが、まあ、関わる人がいると思うので、まあ、そういった人たちにも何か、プラスになることがあるか、これプラスって言っても別になんかお金払うとかなんかメリットみたいなことだけじゃなくて、ね、何らかのね、あ、これ聞いてよかったな、関わってよかったなって思ってもらえるような価値を感じてもらえるかっていうこと、まあ、これでリスナーと関係者というか、まあ、僕の場合インタビューの相手で、2社ですよね。そして、最後にあえて持ってきましたけど、当然こう配信する僕たち私たちですよねが、やっぱりこれをやることによってすごくハッピーか精神的な充足があるか、もしくはまあ直接的な何かを、ね、求める人もいるかもしれませんけども、その三方よしがあるかっていうことですね。でいつも話してるのこれ後付けで、僕の場合はとにかく、こういう番組をやりたいっていうところから始めたんですけど、まあ、さっきのね、今ものすごくポッドキャスト番組 YouTube も増えてきてて、そういう意味ではレッドオーシャンってね、またにちょっと横文字使いたかっただけなんですけど、激戦区って言えよって思うんですけど、レッドオーシャンかな、余計分かんなくなりましたけど、そのレッドオーシャンの中でどうこうっていうより、やっぱり そういう派手さもあってもいいかもしれないけど、やっぱり最後はその三歩よしを継続してずっとできるか、逆に言うと三歩よしじゃないと計測できないと思うんですけど、ちょっとパラドックスなんですけど、っていうことが、そのバズらせるとか、もうなんとかランキング1位ずっと取りますみたいなものとはちょっと違いますけど、まあ、結果的にはそのフィールドに立ち続けてて、もう気づいたら、まあ、僕も12、3年やってますけど、その表層的な数字はどうかとしてですね、まあ、それなりにこうやってね、このゆりさんも多分人生を変えた時代っていうか、本当に10年ぐらいだと思いますけど、そういうの聞いてくださる方が、生まれる番組になるんじゃないかなというふうに思います。確かにそこないとポッドで最初は勢いでいいかもしれないけど、終わって続かないってなりそうですもんね。そうなんですよね。だからなんかもっとね、僕も戦略とか戦術とか長けてればいいんですけど、なんかその辺がまあないので、戦略戦術は継続みたいな、もうそこしかないですね。だからなんか普段フラフラしてます。これ見てる方聞いてる方その他多くの方に多大なるご迷惑をおかけしてるんですけど、ね、あれ番組また変わったよとか、またリニューアルしたのみたいになるんですけど、まあ本当にそこはそういう意味ではすいません、ちょっとね、なかなか継続力こいつねえじゃんと思いきやですね、やっぱりそのインタビューを使って三歩よしのものをするっていう意味では、ずっと、まあ、自分なりに貫いてるつもり、まあ、ちょっとね多分な言い訳も含みますが、そこだけはやってるつもりなので、かなとは思いますけど、私から見てすごい早川さんって継続のイメージめちゃくちゃ強いんですよ。ずっとこうインタビューやられてたり、あとランニングとかも
ね、ずっと継続してらっしゃるじゃないですか。はいはいはい。なんか日常の中でこう習慣的に取り入れてるものがすごい多いんじゃないかなっていうのを勝手に思ってるんですけど、それのコツとかってあるんですか、継続の。ああ、でもどうなんだろうね。確かに周りからはこう継続力あるねって言われるんだけど、これ言うと身も蓋もないかもしれないけど、やっぱり結局好きなことじゃないと続かないんじゃないっていう。だからそのマナさんはそういうふうにあの、ね、課題評価してくださってますけど、僕継続できてるものってそのインタビュー、まあ、ランニング、まあ、筋トレもできてるか、その辺ですよね。あとなんかもう超きっちり、うん、もうこれのこれのこれみたいな継続ってわけじゃないんですよ。だってさっき言ったようにインタビューっていう大義としては大きな志としては全くぶれてないけど、その手法としてはもうコロコロ変わってるわけですよ。で、まあ、ランニングはそういう意味では、まあ、ランニングって、もうランニングをいろんな、なんか、こんな踊りながらランニングとか、まあ、まあ、あるのかもしれないけど、基本、ランニングはランニングでしょ。だから、あんまりいじりようないけど、例えば、筋トレでも、その、ずっと7、8年やってるけど、多分、その、なんだろうな、いろんな方法に変わってし、ある時はパーソナルトレーナーの方に直接教えていただいたり、ある時は YouTube だったりとかで、だから、その、大枠はずれてないけど、細かいところは、結構変わっていいというか、多分伝わりますかね、うん、ちょっと抽象的ですけど、うん、だから例えば健康も超、ね、マニアだけど、例えば10年前に飲んでいた、サプリとか10年前に考えていた健康法と今、まあ、真逆はないと思うけど全然違うし、例えば今だったらグルテンフリー、カゼインフリー、まあ、シュガーフリー完璧にはできてないけどとか、いろいろやってますけど、また5年後だったら多分全然違うと思いますし、そして今日めでたいんですよ、グルテンフリーをね、この1年3ヶ月ぐらいほぼ完璧にやってたんですけど、めでたくですね、グルテンフリー解禁しました。あ、解禁しました。なぜ解禁しましたってどういうことで、何かを食べたってことですか。あ、違うんです、解禁してないんですけど、はい、そう、あの昨日ですね、たまたまあのご近所の方がですね、まあ、ちょっとあの僕の数少ないあのご近所 あのお父さんの友達なんですけど、あのパンをですねちょっと焼いたんで、うん、あのくださるということでですね、これあのその方にはグルテンフリーって言ってないんで、まあ、逆にあの気を使わせちゃうとあれなんですけど、うん、あのあまりに美味しそうで、まあ、もちろん気持ちとしても嬉しいじゃないですか。うん、なのでもうあのこれはやっぱりね、こうグルテンフリーよりもやっぱり人の気持ちが大事だということでですね、食べたらもうめちゃくちゃうまくてですね、で、ただまあ正直今までもそのほら小麦粉って厳密と完全なフリーってかなり難しくて、その醤油とかも入ってるものがほとんどだし、うん、だからザ小麦粉みたいな、そういう意味ではだからパン、ラーメン、うどんとかは今まで、まあ、そういう意味では1年以上食べてこなかったんですけど、よく知られてますね。あ、全然全然、なんか米粉とかいろいろ使い方あるからあれなんですけど、まあ、でも何ヶ月か前にそう、これもたまたまこうどうしてもあのそのうちの親とかとちょっと食事する機会があって、その餃子をねあの食べるっていう、まあ、それも米粉の餃子もあるんだけど、ちょっと普通のもと思ったらすげえ具合悪くなって、うん、だから前かなりそう今回どうかなと思ったんですけど、やっぱりねあんまりぐちゃぐちゃ考えてもいけないんで、まあ、ありがたい気持ちでいただいたら、まあ、おかげさまでなんかちょっと鼻むずむずするかかなぐらいはあったんですけど、大丈夫でっていうことで、ちょっと話がどんどんおかしな方向来ましたけど、まあだからなんだろうな、で別にでもじゃあ解禁しましたって言って明日から別にやめるわ、あの元に戻すわけじゃないので、だからなんかいろいろバッファー、いろんな意味で今トータルうまくまとめると、大枠はずらさないけどその手法も変わってもいいし、たまにもちろん崩してもいいみたいな、で終わるもんは終わるし続くもんは続くぐらいの気持ちでいると意外と続くのかなと、まあ、英語の勉強もそうですよね。うん、だから僕はちょっと継続が長けてるか分かりませんが、まあ、あと会社はもう始めちゃったんで辞められないので、会社員は辞めましたけど自分の会社は辞められないっていう、なんかそんな感じですかね。はっきりやりすぎないのがいいですかね。てか続か無理だもん、無理だよ。だからストイックってほらなんか俺よく言われて、好きでやってるから全くストイックなくて、多分そういう意味ではマナさんもさ、わかんない、なんか他の人に、あ、マナちゃんストイックだねみたいに言われることない？あ、なんか意識高い系だねって。あ、いわゆる。でも別に死ぬ気で自分になんか鞭打ってやってるわけじゃないでしょ。全く楽しいことしかやってないんで全然辛くないですね。そうだよね、だからそこはあるんじゃないかなと思うけど、うん。中井さんは何かあるんですか、継続されてることとか。あ、そうですね、もう僕は聞くこと、それこそポッドキャストがすごい好きで、
2000何年だろう、10年11年とか、まあ、それこそ10年ぐらい前から、うん、あの白黒の iPod で聞き始めて、びっくりした、白黒のテレビかと思った、いつも昔モロクロ、あのモロクロだったじゃないですか iPod って。なんかもうあのぐらいからずっと聞いてて、ね、そうだから、それを聞くこともそうですし、うんですね、あとちょっと今回せっかくなので、ご質問いただいたこのカンドラの森の住人のゆりさんについてちょっと補足したいことがあって、はい、このゆりさんポッドキャスト番組ずっとここ何年ですかね、 3,4 年ぐらい続けられてると思うんですけども、それも僕一リスナーとして聞いてるんですよ。で、最初の頃は韓国のそのある俳優さんとかにフォーカスしながらやっていたんですけど、今ちょっとその間口を広げながらいろんなことをやりながら、周りとかも巻き込んで番組に継続されている方なので、ちょっと早川さんさっきのお話と思った、つなげて思ったのが、ポッドキャストやることは続けてるんですけど、番組とするとちょっと形は変わってるんですよね、ゆりさんの番組も。でも根本的にはなんかその韓国ドラマだとか、そういった自分がこれだって思うことを基準に、規定に置きながら番組継続されているので、だからゆりさんの番組を続いているのもそれが一個の、ポイントなのかなって、ちょっと早川さんの話聞きながら思いましたっていうのをちょっと言いたかったっていうのですね。で、あとは僕自身はそうですね、聞くことが一番継続していて、そうですね、あとはなんだろうな、でもそうですね、あとは結構新しいもの好きなので、何か、なんだろうな、例えば行ったことあるお店と行ったことないお店だったら、なんか知らないお店に、行ったことないお店に行ってみようみたいな、なんかそこずっと続けてる感じがします。ちょっとそれも抽象高いかもしれないですけど、言い方とすると新規開拓をしてるってことですかね。なんかそうですね、仮にどんなに美味しいお店とかでも、なんか2回目同じところに行こうっていうの、なんか2回目にまた何か食べに行こうとかってなると、その新しいお店をちょっと覗いてみたくなるというか、なんかそれで今もこう、選択肢があると必ず新しいものを選ぶよね、飲食店。そうですね、なんかやったことないから、食べたことないからみたいな感じでそれが僕の中で面白いことです。はい、なんか継続してもそこ飽きこないですね。面白い。そういう継続だったら、はい、常に新しいから、だからまあちょっと広く浅くはなりがちなんですけど、でもそれは僕は好きなので、それが、だからまあこれはこれでいいのかなって、いや、ありがとうございます。皆さん、質問答えていただいて、そしてゆりさんもご質問ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあ続いての質問に行きます。はい、ペンネーム、誠さん、30代男性の方です。インタビューのリニューアルおめでとうございます。キクマガ時代に早川さんのことを知り以来、いろんな方のインタビューが毎回の楽しみです。毎回大ボリュームなので、一度に全てを聞くことができず、少しずつ隙間時間に視聴しています。質問です。早川さんは普段インタビューをされる時間はどれぐらいかかっていますか？相手の方から深いお話を聞くにはある程度長い時間が必要なのかなと思いましたということです。インタビューをされる時間というのは、要はそのインタビューの所要時間ってことかな、その話すというか聞く。そうですね、まあ、もちろん、ね、制約が当然あるのでですけど、基本そのアポ取らせていただくときも90分前後っていうのが一つの指標になっていますね。で、ただそのなんだろう、今ね、最後の方にあったように、本当に深い話を聞くっていう意味では正直、全然足りないです。そして僕の腕がまだまだなのもあると思いますけど、やっぱ90分では短いかなっていうふうに、思います。ようやくね、普通にやってたらようやくほぐれてきた頃かなっていうふうに思うので、ただまあその制約の中でどこまで引き出せるかっていうのは、まあ一応プロだと思うので、そこは常に戦ってますけど、今の話を聞いてて思い出したのが、ちょうどねインタビュー配信されてるんで、これリンク中井さん後でよかったら貼っといてほしいですけど、この話とかっこつけて、哲学者のね東博樹さんに、この夏か春かお話伺った時に、東さんも言論っていうですね、有料の、こうトーク番組のプラットフォームをお持ちなんですけど、もともとその、まあ、東さん自体がその哲学とか思想とか、まあ、いろんなことをね、こう各界のいろんな方と
もうずっとな長く話す番組っていうか、もともとあれか、どちらかというと番組であり、そのリアルの場でそういうトークセッションみたいなやられることもずっとされてるんですけど、彼がそのインタビューの中でもおっしゃってたと思いますし、彼の本の中でも、言論戦記か、おっしゃってたと思いますけど、やっぱりまさにそれをおっしゃっててですね、やっぱりこうなんか本当に3時間とかそのくらいやって、ようやくそこから温まってきてたから、なんかそこでこう終えちゃうのは、その確かにその相手とかね、こっちの主催者側の問題であって、あのそのトークを聞く人からすると、そのなんて言うんでしょう、それがやっぱりもっとクオリティ上げるんだったら無制限とかでもいいんじゃないかみたいなことをね、ちょっとニュアンス若干違うかもしれないですけど、大枠ではその東さんがおっしゃってて、それ以来その言論カフェか、は基本的にその無制限なんですよ、時間が。いやだからそれはまあそのね、気持ちはその主催者側としては言っても、いやすごいなと、僕はそこまでこの間インタビューでは伺えなかったんですけど、相手との信頼関係とかね、あと逆にそれをやった時に、当初はリアルでやってたので、そのお客さんがいくら無制限とはいえ、逆に無制限することによって、なんか終電で帰れねえだろうみたいな、逆にそういうふうに言う方もいたりして、まあいろんなハレーションはあったんですけど、今はまあそれが逆にね、やっぱりなかなか他のメディアはそんなことができないから、うん、その辺おっしゃってたので、いやでも本当そうだなと思ったし、なんかそこまで完全にできなくても、今日のこの YouTube ライブもそうですし、ポッドキャストもそうですけど、僕らのこのマイクロメディアというかね、なんてパーソナルメディアの最大の強みって、テレビとか、まあ、新聞、ラジオもそうですけど、枠があるじゃないですか。いろいろ尺とかね、うん、それに関係なく基本的にはできるじゃないですか。今日もこれね、2人さえ良ければ別に24時間続けられるわけで、うん、だからそれはまあ、 あの極端な話ですけど、だからそういうものだっていうものをね、せっかくほとんどノーコストで、僕らのコストは別としてできる時代にいるっていうのをやっぱ忘れちゃいけないなっていうふうには、うん、思いますね。なんかまたベラベラ喋っちゃいましたけど、うん、何でもない自由な空間からね、なんか面白い話とか、そういえばあれ言いたかったんだよみたいになることって、そうなんですよ。だからなんかまあね、ありがたいことに、特にこうやっぱフリートークって難しいときは難しいですけど、うん、何も誤解をすればこう構えずに考えないでやった方が多分ね、面白い。ちょっと冗長なところは出ちゃうかもしれないですけど、でもどうだろうね、ここまで割と意外となんか無計画でやってるからテンポはいいと感じてるのは僕だけかもしれませんけど、どうですか。私はちょっと不安ですけど、不安ですか。はい、この辺はちょっとみんな ずれてますけど、まあまあそうそう、まあでもね、あの振りとかこんなもんかなと思ってますけど、もうちょっとラフに気楽にな感じでいいんですかね、こう形式ばらなくても。うん、まあ形式ばって面白いものができればいいと思うんですけど、なんか僕の場合は、みたいな。まあ、インタビューの場合はね、もうちょいかっちりしてますけど、それでもどっかでこう、なんかファジーな部分、なんか遊びの部分みたいのを、まあ、特に僕もこう見えても真面目ですから、こう見えててどう見えてるかわかんないんですけど、なんかそこは意図的にこう、壊すように、これでも十数年で崩してきた方です。確かになんかめっちゃ真面目なことなのかなって思ったら、なんかね、関わってみると面白い面が。言葉を慎重に選んでますけどね、まださん。あの先輩なんで、はい、縦社会が垣間見えます。そんな縦社会ないんですけど、ね、はい。山本大さんありがとうございました。ありがとうございます。よし、じゃあこのテンポで次々質問を読み上げていきますね。はい、良いですかね。お願いします。はい、ペンネーム KM さん、です、こんにちは。いつもライブ配信を楽しみに聞かせていただいております。早川さんは、一見クールな印象があるのですが、なんか最近泣いたことなどありますでしょうか。よかったらエピソード聞かせていただけると嬉しいです。最近泣いたこと、本当に泣いたってことだよね。はい、泣いたこと、涙を流したことだよね。うん、いや多分ね、あったんだけど大したことじゃないと思うんだよね。いや俺涙もろいんで、うん、あ、そうなんですか。うん、いやただなんか普通に泣くっていう感じだけど、いやつまり単純になんかほら映画とかさ、本とかでさ、あるわ、うん、ああまたディスられるって言ったら怒られるな、その作品に。まあ、結論書いてですね、ドラえもん あのスタンドバイミーって映画があるんですけど、うん、スタンドバイミー1と2があってですね、うん、なんか聞いたことある？2人とも名前ぐらい。名前は、うん、え、見た？君まさか。
え、あのおばあちゃんの話ですか？そう見た。あ、僕あれ、そうです、僕も多分あれ泣ける映画だと思ってるので見た見たと思いますよ。あのリアちょっとリアルっぽいやつですよね。 3D っぽい感じというか、何ですかね、 CG ね、CG か、リアルっぽいっつってちょっとみんな語弊がある、怖いだろ。リアルドライジャイアンとかのび太、まあ誰かいるかもしれないけど、ちょっとドラえもんリアル怖いだろ。すいません、間違えました。いや、そうなんですよ。 CG ですね。僕なんか、あ、まあまあぶっちゃけるほどの話でもないんですけど、これずっとですね、ドラえもんそんなウォッチしてないんですけど、昔からドラえもんのおばあちゃんに弱くてですね。マナさんわかる？全然わかんない。なんとなくわかります。あの告知広告みたいなのは見たことあります。ちょっと無理って、昔のドラえもん世代だったので、よくあのタイムマシンで過去に戻ってもう死んじゃったおばあちゃんにね、こうなんかのびちゃんみたいに言ってもらって、なんかあのその小学校ののび太が慰めてもらうみたいな、いい話があって、でなんかそれが埋め込まれてるのかわかんないんだけど、 あとあれなのかな、なんか僕あの私事ですけど、おばあちゃんが、父方のおばあちゃんはもう 3、4歳ぐらいの時に亡くなって、で母方のおばあちゃんは、割と長生きしてくれたし、もちろん大好きだったんだけど、結構、いわゆるおばあちゃんっていう、結構キビキビした、こう、厳しい人で。だからなんか、おばあちゃんみたいに、いわゆる甘えるような感じではなかったの。だからなんか、あの、ドラえもん出てくるおばあちゃんって、もう、典型的なおばあちゃんっていう感じで、そうそう、優しい、もう、すべてを無条件で。だからなんか、そういうのもあってのもわかんないけど、昔から結構、ジーンときて。で、そう、今回、そう、あのそのスタンドバイミー、なんかワンが泣けるらしいよって聞いてて、ワンは結局見てないんだけど、なんかぼーっとしたらツーがこの間ね、やるか やんないか去年ぐらいから言ってて、でそれも石田イラさんの番組で、イラさんとかヒロナさんに言ったら全然刺さんなくて、何ヨウヘイ君見てんのみたいな感じに、あの別にあの批判されたわけじゃないんだけど、うん、そう、あそうかって言ってた、まあそうかみたいに思ってて、シュンとしてたんですけど、であのうちでも子供がいるんでね、あのこの間ふと見たらスタンドバイミー2もいつの間にかプライムかネットリックスで見れるようになってたから、こうあこれはもう子供も一緒にと思ったら全然乗ってこなくて、でちょっとこう一人で見るのも、まあ、別にプライドはないんだけど、まあまあちょっと見るかと思ってたら息子が乗ってきて、でまあ泣けたよねっていう感じかな。 あとあれもなちょっと泣けたな、あのあれこれ2人とは話した気がするけど、うん、あれアウチカンライブの方で話したかな、瀬尾舞子さんのそしてバスオンは渡されたの、原作の方か、原作の方のちょっとエンディングで、うん、涙こぼしたかまでわかんないけどジーンときたみたいな。だから結構あのベタな、あのすぐ泣いてしまうタイプです、あの単純に泣いてしまうみたいな、うん、意外でした、あんま泣かないのかなって思ってました、うん、あとはあのサッカーが大好きなんで、朝起きた時に大体ヨーロッパで活躍してる日本人の試合ってほら夜中とかだからさ、時差で、でなんか月曜の朝とかにそういういいニュースっていうか動画見るともうそれだけで、あもう泣いちゃうわみたいな、ん単純ですよ、単純なおじさんですよ。なんか可愛いですねそう思うと、あそうですね、そんなマナさんどうですか最近泣いたの。私最近、あ昨日泣きました。昨日私ミュージカルを見に行って、そのキングコングの西野亮廣さん の煙突町のプペル、うんうん、あるね、のミュージカルがやってて、たまたまこうチケットを譲っていただいたっていうか、誘っていただいて見に行ったんですけど、なんかこう何度もプペルはこう本でも読んでるし映画でも見てるし、うん、ってなったから、もうさすがに内容分かってるから泣かないだろうって思ってたんですけど、なんかミュージカルだとより歌に気持ちが乗ってて、迫力とともに、あ何度見ても泣けるんだと思って泣いちゃいました昨日は。あそうなんだ、それって何、あのまあたらればなかなか難しいだけ、原作とか見てなくても多分堀真奈泣いてた、やっぱり見ててよりみたいのあるのかもしれない、どうなの。見てない方が絶対もっと泣いてたと思います。あそうなんだ、うん、私だって映画を最初に見てその後に本を読んだんですけど、うん、映画館でもマスその時もすでにコロナだったからマスクしてたんですけど、マスク取り替えなきゃいけないレベルにもうひたすら拭くのめんどくさいから、もうすごいね、全然見たことないんだけど、何そのまあその彼の作品じゃなかったとしても普段から泣きやすいタイプなの。
あれです、予告編で泣けるタイプの人間です。ああ、一緒だわ。俺さっきだってそのドラえもんののび太でおばあちゃん出てきた時に泣いてるから。もうすでにそこの時点でうるっと。ああ、じゃあ結構近、じゃあかなり類線が緩いですね、マナさん。緩いです。なんか、ね、勝手に相手の気持ちになって勝手に考えて勝手に泣いちゃうっていう。共感力が高いですね。中井さん泣くことあるんですか？僕もありますよ、ありますよ。そうですね。でも2人の話聞いてて思ったのが、最近僕もあの本をいろいろ読むようにしていて、ちょっとあのお二人が普段読む本とは角度違うと思うんですけど、あの僕はあのずっこけ3人組が好きで、あの子供の時から。マナさん知ってますか、ずっこけ3人組。あの小学校の本棚にありましたよ。で、多分小学校の本棚にあるのはあの3人組が小学校の時のエピソードだと思うんですけど、あれがあのずっこけ中年3年組っていうのがあって、そのずっこけ 3人組が40歳から50歳までの10年間を描いた小説が単行本で10巻かな出てて、でそれを僕ずっとあの AG40 AG41 42 43みたいな感じで1年ずつ1年あの 40歳で1冊41歳で1冊みたいな感じで出てるやつがあって、でやっぱもうみんな大人だから、あ3人組もあのみんなお酒飲んだりとか家庭持っていたりとかで、あとそういうでも昔みたいにその楽しい冒険話だけじゃなくって、その人の生死あの資料病死みたいな感じで、なんかそのモーちゃんのお母さんが亡くなる話があるんですけど、そこの家庭それまでの家庭とかそこの流れとか、やっぱりどこかでそういう必ず訪れるものっていうのを、なんか何ですかね、ちょっと自分が子どもの頃で見ていた3人組の姿のイメージから、今彼らが40歳になったっていうストーリーが描かれているのを見て、なんかその時代の流れというか、もう僕自身も年取ってます、年を重ねてますし、なんかそこのところになんか変に感情移入しちゃってそれでなんかちょっと、泣けましたね、その話は。え、知ってます早川さん、そのずっこけさんに。っていうのを中井さんからずっと聞いててそうあるんだなって思って、でもまあある意味というかね、そのドラえもんのさっきのスタンドバイミューもこうもう年取ったのび太の話とかだから、まあ子供が見てももちろん泣けんだろうけど、どちらかというとその ずっこけもともと小学校で見てた世代、ドラえもんも小さい時見てた世代が今の僕らがね、くしくも紹介したそれぞれはそのまま大人になっても見れる感じだよね。どちらかというとどうなんだろう、ドラえもんは両方スタンドバイミー子供も大人見れるけど、そのずっこけ中年組はその小学校の図書館に置いても読めんのかな。もちろん読めないことはないだから、ちょっと渋いんだよ話が。結構あの選挙の話とか、あとその裁判員裁判の話とか、うん、あまあそのくらいはほらいいだろうけど、そうじゃなくてもうちょい大人の事情の話がいろいろ出てきた、そういうのもあるので、なんか性の話とかもちょっと出てきたりとかする。別にその隠すほどでもないですけど、なんかまあ石田衣良さんの小説ほどこうはっきりとは書かれてないですけど、なんかその性っていう直接の描写もそうだけど、もうちょいなんていうんだろうな、はい、例えば結婚してる人を好きになっちゃうとかさ、なんかもうちょいその倫理的な、まあ大人の本当のいろいろあるじゃんみたいな、そういう話もあるんですよ。あるでしょ。じゃあそこはドラえもんスタンドバイミーとはちょっと違うかな、やっぱちょっと、ドラえもんスタンドバイミーあくまでドラえもんは守られてる。ドラえもんのあの児童のところは多分、そうですね、ちょっとそこはやっぱ大人向けの話にはなってますね。ちょっと私もチェックします、ずっこけ3人中年組、中年3人組、はい、中年3人組、でも少年組中年組でくると次少年とか熟年とか初老組とかに変わってくるよな絶対どんどん年齢が多分あり得るよね。面白い、なんかあれですね、こうやって何気ない質問から広がってって、それぞれの趣味というものとかね、広がっていくの面白い。ケイオンさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いての質問に、なんか中年3人組読んでると切ない気持ちになりますって愛さんから来てますね。同志が言いましたありがとうございます。愛さん、私のお知り合いの愛さんですね。あ、本当ですか。あ、そうです、ありがたいですね、分かってくださる方がいて。はい、あ、そうなんだ。ちょっと見てチェックしますわ、これ。ありがとうございます。読みやすいですよ。量は少ないので。そうすぐ読めます。では続いての質問です。ゆかこさん、40代女性の方です。
Spotify で Music Plus 独バージョンで視聴しています。おー、ありがとうございます。ラジオ感覚で聞けて面白いですね。洋楽だけでなく邦楽もあったり、早川さんの選曲やその理由を聞けるのが楽しみの一つです。まだミュージックプラストーク版を配信されている番組は少ないのですが、早川さんはいつ頃から始めようと思ったのですか。いつも時代の先を行く早川さんのインスピレーションの源泉に興味があります、いつ頃ってどうなんでしょうね。始まってすぐじゃないですか。なんか多分今年の7月とかぐらいに日本では多分始まったと思うんですけど、まあ、社内で僕より、まあ、その辺早い人間がいるので、その彼から聞いて、でどのくらいね、どういう感じでできるのかって思ったんですけど、まあね、かなりいろんなことが、まあ、仕組み自体はすごくね単純なんですけどね、そうなので、なんて言うんだろうな、まあ、社内ではね賛否あったんですけど、結局僕が 流したい曲を流すだけなんで、これ別に何かやったから例えば何かビジネスに結びつくとかね、直接関係ないんじゃないかって言ったら、すごく真っ当でその通りなんですけど、ピンときてない人が社内でも、まあ、中井くんを筆頭にですねこれ社内を出してどうするの。まあまあでもね、ピンときてない人結構いたんですけど、ただまあね、そのリスナーの方からすると、その Spotify 例えば使ってたり、してる方で、まあ、聞いていただけるんだったらいいですし、まあそんな別にデメリットはないかなと。でまあ、そこ飛ばそうと思えば飛ばせますし、ただなんか個人的には、まあ、僕のセンスがねいいか悪いかちょっと別として、やっぱりその人のなんだろう、大事なことってちょっと、まあ、そんなビジネスパーソンでもない、商売も上手じゃないんで、ちょっと説得力ないかもしれないですけど、少なくとも僕がこう誰かに惹かれる時とか、この人センスいいなとか、この人素敵だなとか思うのって、例えばなんかすごいビジネスモデル持ってるなとか、そういう話じゃなくて、やっぱり細部に宿る、その人がほんのちょっと、例えば普段の、なんだろう、まあ僕もね、僭越ながらエッセイとか書いてますけど、そういうところに出てくる、ちょっとした、こう、まあなんだろうな、文章に現れる、なんか文章の使い方だったり、その人が普段本当にさらっと現れる、日常の何か習慣だったり、まあなんか、要は、大きいものじゃなくてね、本当に些細なものの中にその人らしさって出るので、まあ、良くも悪くもね、なので なんて言うんだろうな、まあ僕は単純にずっとやっぱりラジオが好きだったんで、自分でいつか音楽かけられたらいいなみたいなものがあったので、あとまあ単純に自分がすごくやっぱりずっと好きな曲をね、そのまま番組の世界観と基本的には僕はイコールなので、出したいものと普段聴いてるものがインプットとアウトプットが、なのでまあ、曲も出せるんだったら、まあ、これ以上いいことないんじゃないかなということで、まあ、今も出してるっていうね、まあ、ちょっと中江くんのまだ賛同を得てないんですけど、いきなり仲間あるみたいな、そして編集してるの中江さんみたいな、まあ嘘ですけど、はい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 、そうする、だからなんか、はい、こうやってねちょっとでもこの間別の声もありましたし、やっぱりそういうので聞いてて自分でね、うん、始められるっていう方の声も聞いたし、うん、なんか、うん、いいんじゃないかなと思いますけど、でその私がいつもこう早川さんの選曲を聞いてる限り、私が知らない曲が 9.5 割ぐらいなんですよね、いつも。あ、はいはいはい、中江さんは早川さんの選曲、はい、あこれ知ってる、これいいよねみたいな感じで聞いてるんですか。あー、でもなんかそうですね、これが早川さんの世界観なんだなっていうことを受け止める感じです。なんか、いや今こう制作とかもやっているので、やっぱりその早川さんが考えてることとか世界観とかってやっぱり理解しないと、なんか編集するときにこうチグハグになっちゃったりするので、そこはなんか何ですかね、いや僕も別に早川さんと完全に一致するなんてことは全くないので、だからその違う感性はもうありつつも、でもこういった世界観が好きなんだなっていうのをこうまず理解して、それをなんか編集に生かしていくっていうことはもう必要なことだから、なんかそこでプラスでも聞いて、早川さんが選曲される音楽を聞いてこれいいなって思うのは僕もあるので、なんかそこがだんだんその僕からするとそれも新しい発見になってって、ちょっと楽しみながら最近今20曲ぐらいですかね、ここまで配信してると思うんですけど、そうそう、だんだんと僕も早川さんの好みが分かってくるようになってきましたっていう、
めっちゃわかりますよ。私も早川さんの曲ほとんど知らない曲だから聞いてみたら、あ、これ作業曲にめっちゃちょうどいいじゃんみたいな。あ、そうだよね。ずっと入っていけるところもあるよね。そう。なので、意外と曲なくなってきたんで、そろそろ来月どうしようかなみたいな感じですけど、なんか僕もすごいこの企画やったものの多彩な、ほら、めちゃめちゃいろんなジャンルとか、もう膨大な曲知ってる人とかいっぱいいるじゃん。うん、だからそういうのは全然ないんで、でもこれがまた面白いところで、ほらこうやって発信するとまたね、その分ってわけじゃないけど、なんかこう入ってくるし、こう入れようみたいになるから、うん、だからなんかまあ基本的にはこうやって出して出して出してれば、そのうちまたいろいろ入ってるんじゃないかなと思ってますけど、もしかしたら私があの現代 あのウェイウェイの曲をリクエストすることがあるかもしれません。ああ、ぜひぜひ、そういうこともあって面白いと思います。、うん、現代って俺古代みたいじゃねえか。いきなり突っ込んだって。だって年代が分からないの。まあね、まあそうですね。はい、すいませんでした。失礼いたしました。で、これからもあのラジオ版も YouTube 版もどっちも楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。ご質問。あ、中江さんがちょうどそうか、今 YouTube ライブに、僕の選曲一覧はこちらですね。Spotify ですけど、プレイリストをね、作成しましたので。うん、これもまたこの YouTube と Podcast アーカイブとか今後のに載せといてもいいかもしれないですね。あ、そうですね。はい。はい。よかったらどうぞ。ありがとうございます。では、これ最後の質問になりますね。うん、はい。時間的に、ペンネーム MH さんからのご質問です。早川さん、こんにちは。突然ですが、僕は人間関係を築くのが少し苦手です。普段早川さんいろんな人と関わっていますが、いろいろな人と細く長く関係を続けることなどはありますでしょうか。細く長くですか。細く長く、うん、太く長く、あ、じゃあ太く長く、そうか、いや細く長くの方がいいのか、そうか、これちょっといきなり無茶ぶりですけど、中江さんどうですか。僕そこがすごい苦手で、むしろそこを学びたいがゆえに会う力のなんか、会う力学んだと言っても過言ではないぐらい、あの会う力の中に縁を紡ぐ力って書いて縁暴力っていうのがあるじゃないですか。だからそこがなんて言うんですかね、早川さん自身なんかこう人見知りするだとか、なんかネクラ症出身だとか普段おっしゃってますけど、でもコアなところではちゃんと人とつながってるイメージがあるので、なんかそこのバランスの取り方とかどうされてるのかなっていうのをちょっと学びたいなと思って、そうですね、なんか僕自身は本当そこ苦手なところなので、ちょっと今現在もそこ改善していきたいなと思ってるところです。マナさんは。私はその最近それこそこれをすごい意識してるんですけど、うん、あのやっぱこう濃い関係って短く終わってしまうというか、うん、こうその後なんか単発になってしまうことが多くて、だからこうなんだろう、どっかに旅行に行くとか、そこまで遠くじゃなくてもこう出かけたりとかする先に友達がいたり関係を続けていきたい人がいたとしたら、うん、なんかちょっと近く寄ったんでもしかしていらっしゃるかなと思ってみたいな連絡をしてみたり、旅行もこう今度そこ行くんだけど会えないみたいな聞いてみたりっていう、そういうのをちょこちょこ入れるように最近意識し始めました。うんうんうん、ああ素晴らしいですね。いいですね、ふと軽くて。そうか、僕なんでしょうね、そもそもその細く長くっていうか、なんかあんまりまた身も蓋もない系でいいですかね。うん、しかも会う力とかこの縁暴力って言ってながら、ちょっとまあ矛盾はしないと思うんですが、あんまり人間関係を築いてないっていうのがあるかもしれないです。築こうとしないというか、なんか今日の冒頭でも何の話か忘れちゃいましたけど、やっぱりなんか無理くりやるものって続かないと思うので、あの全然ね、あのマナさんのそのフットワークもいいと思うし、僕もそういうふうにやることはありますけど、なんかぶっちゃけ何やっても なんて言うんだろうね、続かない人は続かないし、まあその人としてね、こうなんかひどい振る舞いとかしたらそれは続かないから、そこはねちゃんと節度持ってやるってこと大事だけど、逆に節度持ってきちんとやっててもまあそれでも壊れちゃうことあるし、まあそれもね、僕はそのつもりでも結局節度持ててなかったっていうのもあるかもしれないんですけど、だからなんかあんまり昔からなんだろうな、今この質問いただいた方は逆にすごく優しい感じの方でギラギラとか全然ないと思うんですけど、やっぱりなんか人脈とかっていう言葉はすごく嫌いで違和感があってですね、人脈ってもなんかいかにもなんかそこから何かを得ようとしてるみたいな、脈、人脈、金脈、鉱脈みたいなね、
こういう仕事してるとこう人脈でなんか1億稼ぐ方法みたいな本を書きませんかみたいな話をもらったこととかもあって、へ、だからそんなありえないじゃん。そして1億の価値じゃないじゃん、 もっとあるというかお金に換えられないので、そこをお金に換えたら終わりだなと思ってるので、そういう本は あれなんですけど、だからまあなんか無理やりそういうふうにしないで、なんかやっぱり一つ一つ目の前のそういうね出会った人を、まあ、まだできてないですけど、なんかきちんとやってれば、まあ、縁がある人とか、あと感性が合う人とかは続いていくだろうし、まあ、あとはね、その遠方力でも言ったかもしれないですけど、やっぱり距離感ですよね。その距離感をすごく気をつけてますね、うん、細く長くというか、まあ、もちろん僕もね、やっぱりこの方とは長くお付き合いしたりとか、そういう方いますから、というか、まあ、基本的にそういう、まあ、方としか付き合ってないとちょっと語弊あるけど、そう、ね、自分もそう思ってもらいたいし、まあ、そういう環境だったらそれは幸せじゃないですか、基本。だからその時にはやっぱりなんだろうな、もっと会いたいもっと会いたいとか、こうもっとこう何かお役に立ちたいみたいな、まあ、例えばそれお客さんだったらありますけど、でもね、やっぱり適切な距離感を持たないと、まあ、相手もしんどいだろうし、まあ、こっちもね、こうなんか気づいたら、特に、まあ、ありがたいことに、なんだろう、自分よりというか、もう 僕自体大したもんじゃないですけど、なんていうんだろうな、経験とか社会的な実績、地位、すべてね、圧倒的に上な人ばっかりなので、まあ、ややもするとね、特に最初なんて、あ、もうこの人ともうまた会えるんだったら、もうありがたいみたいな感じになっちゃいますけど、あんまり距離詰めすぎると、もちろん相手が暑苦しいっていうのもあるだろうし、なんか冷静な目がなくなって、ただのファンになっちゃうと、やっぱ重いじゃないですか、まあ、恋愛もひょっとしたらそうかもしれないですけど、そうだからつかず離れずって言葉もあるけど、押したら引くとかもあるかもしれないけど、まあすごくね、今起業して十数年ですけど、ずっとお付き合いいただいてる、その例えばクライアントさんだったり仕事を手伝っていただいてる方とかは、まあ本当に、まあそのね、インタビューとか番組をがっつり入って毎月会うって方いますけど、そうじゃない方は本当に年、ね、数回お目にかかったりとか、うん、あと逆に言うとね、石平さんとは隔週で会ってますけど、で、もちろん、仲良くさせていただいてると思ってますけど、じゃあすごいもうなんかしょっちゅうなんか LINE してるとかって全然そんなこともないので、なんかすごい距離感は僕も気をつけてるし、なんか結構、イラさんとかも含めてみんな意識はしてるかわかんないですけど、すごく大事にされてるかなっていうのは思いますけどね。うん、関わりたい人と自然体で関わり、それに距離感とかそういう部分もこうちゃんと節度を持って、そうそう、だからそれにあんまりエネルギーと時間使うんだったら、こう僕の場合はですけど、うん、さっさと、まあ、遅まきながらこの40代になってようやくですけど、やっぱりなんか全然できてないけど、なんか人格を磨くとか、なんかもちろんそのインタビューでいいインタビューをこう心がけるとか、面白いものを作るとか、やっぱ人間関係ってもちろんさっき言った良識とか常識とか節度は大事だけど、やっぱりちょっとわからないところあるじゃん。だから、あ、だって相手あってのことだから、相手を変えることとかコントロールってできないから、どっかで、まああと逆に言うとそういうふうに一生懸命やってても壊れちゃうことあるから、なんかまあその時はもうしょうがないなぐらいには思ってますね。反省すべきとこは反省して、あとはもう、まあそういうね、タイミングだったんだなと。うん、この質問は私も学びが多かったです。なるほど、早川さんそう考えてらっしゃるんですね。はい、メイキさんありがとうございました。皆さんいつもご質問ありがとうございました。それではここから中井さんにバトンタッチします。はい、それでは、エンディングのお時間です。インタビューでは火曜日と金曜日に、新しいインタビューを公開しています。YouTube のチャンネル登録とポッドキャストのフォローしていただくと新しいインタビューを受け取ることができます。で、あともう一つお知らせなんですけども、今、早川さんの方でニュースレターも発行されているので、それが、月2回と、あとその毎週ですね、インタビューで配信している番組のお知らせとかも、あとは何かイベントがありましたらそのお知らせとかも、ニュースレターで、お伝えしていますので、この動画の概要欄、音声の概要欄から登録できますので、皆さん登録をぜひお願いいたします。補足いいですか？
あ、お願いします、はい、人のことだとよく見えるんですけど、僕も自分のことはよく見えないですけど、ニュースレターのお知らせだけだと多分あのグッと来ないと思うのですね、まあ、お知らせでもね、あの番組たくさんあるんであれなんですけど、まあ、好き嫌いは出ると思いますけど、一番の自分で言うのもなんですけど、あの売りというかあの力入れてるのはです、僕は月2回泣きながら、文章を書くのが嫌いで苦手で新聞記者辞めたんですけど、あのエッセイをね、やっぱり日々のインタビューで学んだこととか、なんかその辺を朝5時に起きてですね、あの結構力入れて、月2回書いてますので、多分そこが、ただのお知らせではないと思うので、そこを、まあ、やっぱり読んでいただけたら嬉しいなというふうに、うん、思いますので、その辺をすいません、このまま社内会議ですけど、中井さん、あの今後、まあ、エッセイが読めるというそこを、この告知もそうですし、あの記載の方も今後あの各媒体でお願いできますでしょうか。承知いたしました。ちょっと社内ミーティング、はい、私めっちゃエッセイ好きです。あの、あ、本当、ありがとうございます。この間の理想の休日のやつも、うん、あ、そうですね。なので、そう、なんかでもそれも面白くて、習慣じゃないけど、今日の話のなんかまた元に戻りますけど、文章嫌いなんですけど、やっぱりこうやってね、一人でも読んでくださってる方がいてね、なんかやってるとランニングじゃないけど、なんかずっとコツコツこのエッセイまともに書き始めて、多分今年の1月か2月からで、だから月2回でもう、ね、10ヶ月やってると20回とか30回って溜まっていくので、そうするとやっぱり習慣になるので、うん、なんか自分が好きなことではない、なかったんだけど、一人でも見てくれてる人いるとね、なんかそれはそれでやっぱ続いていくので、やっぱり他者にこう晒すっていうのも大事かなと思います。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。それではマナさん、夜残りお願いします。バトンタッチします。はい、インタビューでは引き続き皆様からの、お便りご質問を募集しています。概要欄の質問フォームから質問を送りください。あのさっきのニュースレターの方も、あの登録みたいなリンクとかもあるんですよね、うん、きっと あります。ぜひ気になる方はそこから、私めっちゃ好きなんで、ぜひ皆さんにも見ていただきたいです。ということと、あと今月の12月15日の水曜日の19時から QR カフェも開催されます。早川さんは今月はどんな本を選ばれたんでしょうか。今月はですね、5000日後の世界ミラーワールドですけど、著者のケビン・ケリーさんですね、ワイヤードというですね、まあ、テック系の、雑誌が、世界的な雑誌ありますけど、それの初代、創刊の編集長の方で、これまでもね、GAFA だったり、まあ、いろんなこう世界のね、いろんなビジネスも含めたテクノロジーの予測を、してきて、まあ、すごく先見の明がある方がですね、今後、また世界はどう変わっていくのかということを、書いている本です。で、日本のですね、国際ジャーナリストの方がですね、インタビューしてそれを、文字にしたもので、非常によくね、ほら海外のこうすごい世界的な知識人が書いた本が日本で翻訳されて出てる本いっぱいありますけど、もちろんそれもいいんですけど、まあ、要はその日本人がインタビューして、そのなんだろうな、まあ、ジャパナイズされてる本なので、日本に向けてのいろんなヒントもあるし、まあ、そういう意味ですごくこの本面白いなと思いました。で、 QR カフェ年内最後の QR カフェなので、やっぱりね、その本を取り上げるだけじゃなくて、まあ、皆さんでオンラインではありますが、やっぱり来年ね、どんな年にしたいかとか、その辺もみんなで和気あいあいと話しながら、まあ、オンライン、まあ、一応ね、お酒も皆さんあの各自自分で飲んでいただいているし、オンライン忘年会的な感じで、あのなんか読書会とか、読書っていうと、まあ、僕は好きなんですし、あの好きな人がするとワクワクすると思うんですけど、それだけで正直ハードル感じちゃう人もいると思うんで、全然そんなことなくてですね、まあ、この本もできれば読んでもらったと楽しめると思いますけど、読んでなくても、まあ、とりあえずなんか忘年会あるんだなみたいな感じで遊びに来てもらっても全然構わないと思うので、あのまた僕ね、あの秋っぽいので、この QR 貨幣もね、いきなり終わる可能性もありますので、はい、こんなこと言っていいのかな、まあ分かんないですよ ね、あの年内最後ということで、このまま切りよく来年からはってこともありますので、あの何言ってんだ俺みたいなありますけど、ただまあまあ、うん、まあせっかくなんで遊びに来てもらいたいなと、はい、思ってます。ぜひ本も読めてね、忘年会もできるっていう、ね、
お楽しみの会なので皆さん12月15日の19時からズームで開催されるので、はい、これマナーさんも遊びに来てくださるんですよね。もちろんです。私は毎回フル出席でございます、はいはい、ありがとうございます。マナーさんファンもね、あのマナーさんにお目にかかれる機会だと思います。あ、そして君ファンもね、いや僕らは結構隠れ君ファンもいると思いますので、ぜひ遊びに来てください、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、待ってます。ということで、もうお時間に、もうそろそろお時間ですね。あっという間ですね、はい、あっという間ですね。ちょうど1時間ですね。本当だね。また次回皆様の質問とともに、またこの YouTube ライブ配信できることを楽しみにしてます。ということで、はい、皆様またお目にかかれますことを楽しみにしております。はい、それでは良い一日を。引き続き、さよなら。